ごきげんよう、ガラクタやオルトです。というわけで本日出す動画の3本目はこちら、マッハドライバー炎のシグナルマッハ欠品で2200円でした。でベルト止めもしっかりあるんですよね。こういうベルト系のおもちゃってベルト止めがなくなりがちなんで、ベルト止めがちゃんとあるのはありがたいですね。でシグナルマッハ欠品で大丈夫かって言われたら、実は前に110円とか220円の積み合わせから、シグナルマッハをちゃんとリクルートしてきたんで、まあ一応変身音はマッハだけは聞けます。マッハだけは。もう一個の方は、実家に置いてきたんで、まあ、実家に帰ってきた時動画作るかなっていうレベルの話ですけど、まあその時考えようかなと思います。というわけでとりあえず電池入れて音声確認して終わろうかなと。で腰に巻くか考えたんですけど、今の格好が部屋着で、ちょっと部屋着のまま動画撮るのも面倒だし、なんなら着替えるのも面倒だから、ちょっとこのままでちょっと音声確認したいと思います。はい、というわけでまあ箱から出してみました。本体だけやっぱいいな、マッハドライバー。普通に、今の相場が3000円ぐらいかな。するのもうなずけるような感じですね。いいね、やっぱマッハドライバー。というわけで今回はちょっと待った、やっちまったやっちゃった、しまんねえな、やっぱ。というわけで今回はマッハドライバー炎がシグナルマッハ抜き2200円だったから買ってきたっていう話でした。まあシグナルマッハなしで1000円引きは結構安いよねっていう、そういう感じで動画を撮りました。ご視聴ありがとうございました。